気持ちいい。体がじんわりと温まってきた。武田二十四将の宿。わあ、すごい立派な甲冑。ここは高坂壇上の宿なんだ。伊佐湾の百姓の出身でですね、非常に美男子で信玄さんに深い寵愛を受けたようでございます。へえ、知らなかった。わあ、美味しそう、豪華。戦国時代っていうとやっぱり麦飯だと思うんですよ。で、信玄を思い浮かぶとほうとうなんで、とろろも味噌味にしてみました。味噌味初めていただいたけど、まろやかな甘みで美味しい。うん、サクサクだ。あー、ちょっと酸味がある。ぶどうのフルーティーさが結構あるんだ。私温泉大好きで、好きだからできるんですね、こういう商売ね。体にいい透明な温泉なんですね。お風呂に入っていただくと肌が非常にツルツルしてですね、喜ばれております。伊佐温泉、ご存知の通り、果実と温泉の里っていうのがキャッチフレーズにあるんですけども、歴史の建造物とかね、武田信玄にまつわるものとかいろいろありますので、再発見というかね、新しい伊佐温泉の発見をしていただければありがたいなと。戦国時代にタイムスリップ、伊佐湾温泉の新たな魅力を感じました。県からのお知らせです。感染の拡大を防ぐために、人との間隔はできるだけ空ける、マスクの着用、手洗いの徹底、3つの基本を習慣にしてください。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。